こと皆さん、こう思うなのは、今週もよく頑張ったとさ。明日は日曜日サンディ。サータディナイトに、ショーパンのワルツでさようならなのか。あら、小映えもかも。遊びに来る季節になったとさ。ショーパンのワルツ。
先生とのお約束を守ってくれると、先生は楽しいサプライズをご用意しております。先生との約束を守らないワルコちゃんは、屋根裏部屋か、物置に、チョコかもね。先生やお母さんとのお約束を守らないワルコちゃん。物置か、屋根裏部屋に。どうする？お水に、ご飯、おやつか、もらえなかったら、困るよね。小さなお約束を決めてあげると、喜んで子供たちもピアノに触れてくれると思います。バスティンのテキストにも、屋根裏部屋という曲がありますが、良い子の皆さんも、悪い子ちゃん、悪子ちゃんになったら、屋根裏部屋かな。それではまた。バイバイ。ロータンの考える人ね。ムンクの叫びに、いないいない、パーあら、かわいいわね。どこのにゃんこちゃんかにゃ。あら、あなたのお名前なに。いろんな個性や長所を持った子供たちはたくさんいます。のびのびと感性を引き出してあげることがピアノ教室の役割です。欠点よりも長所を見つけて、のびのびした感性を引き出す、感受性豊かな子をきちんと褒めて伸ばすことが大切です。アドラー流ピアノレッスン、子どもたちの感受性を損なわないで素直な感性を引き出してあげることは大切です。それではまた。バイバイ。